どうも、新宿アボイ金木屋です。伊藤です。新宿アボイの中年の市長でございます。ということでね、今日はある高齢者施設さんの、生中継がありまして、その合間でこの YouTube 撮っております。はい、前回ね、共演者のね、はい、千奈ちゃんにちょっとなぞなぞを出したんですけども、お試しでね、全く答えれなかったんで、はい、裏垢女子が答えれた謎謎、はい、ちょっと答えてもらおうかなと思って、一応台本には見てないっていうから、じゃあ次生放送、今午前の部が終わったんですけど、午後の部に実際に高齢者の方に出す謎謎をまた千奈ちゃんに答えてもらうということですね。はい、任せください。すいませんね、髪束ねてる最中に謎謎出しちゃって、ちょっと横にいてんじゃね、 お忙しいところすいません。私が普段したことないような、髪を束ねるというね。ちなみにね、はい、いいですか、じゃあ、はい、もう次は答えてみせますよ。はい、いきますか。はい、どうぞ。あ、全然大丈夫ですよ。全然普通に言っていただいて大丈夫です。皮膚の下からこっちしか映ってないんで、出るものなんだ、はい、皮膚の下、下から出るもの、皮膚、あは、皮膚、へほんですか。正解。え、皮膚の下、皮膚の下から出るの何、下から出るですか、うん、皮膚の下、まあでも今ほぼ正解言ってたの早かったな今。へ正解。めちゃくちゃ早い。あ、これはいけるんだ。これはいけるんだ。ただにめちゃくちゃ早かったな。下品なものが好きとかそういう話じゃない。違いますよ。そんな失礼な。これは素晴らしいです。すごいね、なんで今すぐ、ハーヒーそこだけ出てきた、50音が出たんだ、へぇ、でもそこひらめいたらすぐ分かる問題だよね。そうですね、そこまでいかないと、なんだろうってなるよね。すごいね、ひらめきが大事なんですね、すごい、さっきね、悩んでた人と思えないわ。カエルで悩んでたのは、カエルでね、ATM でお金を引き出せるのは何曜日。お金を引き出す、普通に考えたらね、平日土曜とかね、引き出すに何かポイントがあります。引き出すにはポイントないですね。じゃあ ATM か。そうだね、 ATM、うん、アトム、あ、違うな、 ATM、うん、ATM、謎謎だからね。ATM って日本語でなんて言うんですか。え、なん、現金、無人、現金支払い、絶対違うじゃないですか。オートマチックマネーか。あー、シュースで何を使って引き出しますか。カードですかね。おカード、お火曜ってことですか。お、あ、火曜から土曜、絶対やった、カードね、火曜土曜ね、火曜からカードーカードだから火曜日と土曜日、火曜まあでもどっちでもいい、そのか、どっちから、ね、しようかなと思った、火曜から土曜って答えにしようかなと思ったけど、一応まあ火曜土曜にしましょう。どっちも正解です。ヒントがないと無理でした。ああ、なるほどね。いやでもさっきの1本目の時よりだいぶちょっと全然ね、確かにね、さっき勘が鈍いねって言われてたけどね、頭カッチコチだなと思って急に、いい感じの、急に柔らかくなって、髪束ねてからだいぶ良くなってね、学校にいる調子のいい人は誰。学校にいる調子のいい人、うん、調子、学校調子、何でしょう、ね、いい人は誰、誰いい人、名前、校長とかですか。お、正解。本当ですか、なんでですか。校長、校長、校長師、校長、そうそうそう、あ、そういうことか、なるほど。ああ全然いけるじゃん、さっきのがじゃあ苦手だったら、俺てっきり千葉さんだと思ってた、千葉県だから調子が千葉さんだから、包丁ね、はい、お醤油で有名なね、はい、調子、うん、はいはい、なんすか、うん、なんすか、今なんすか、うん、誰ですか、うん、誰、どちらさん誰ちょっと問題が苦手だったってことね、変えるとね、
そうだね。だからほら、問題の種類によって違うから、問題の種類によってはすぐ答えれるってことですね。まあ、素晴らしい、ありがとうございます。勘が鈍い発言、ちょっとやっぱり謝罪して、申し訳ございません。謝罪した方がいいね。失礼な発言してしまいました。もう弁護士たるで名誉毀損で訴えた方がいい。名誉毀損が、汚名返上です。汚名返上であります、うん、参考になりました。じゃあ大丈夫ですかね、これ。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。